はい、プロペラです。まあ空ともね出来上がったということで、以前ね少しやったハイドパークかバイザウェイまでをやってたと思うんですけど、その続きをねちょっとできたらいいなと思ってやってみようと思います。で、まあまず1曲目フォーチュンフェイテですね。次、アザーサイドなんですけど、ちょっとね、ファルコンがないので、ちょっとね、ジャガーで代用したいなと思います。そういえば気づいた人いるかもしれないですけど、ここにブースターがね、まあ、増えてると思うんですけど、ジャガーの出力がまあ低いんですよ。まあヴィンテージなのもこいつで、まあテレキャストとかストラドとかの音量に合わせてるような感じです。このためにある感じですね。
数用意したけど使わなかったですね。今日はフォーチュンフェイテッドから I feel love がちょっと飛ばしてね、 Other side easily universally speaking、最後ゲラントップまでやっていきました。あんまりねこの辺はそんなに使ってるエフェクトって少なかったですね。やってみてちょっと思ったのが、フォーチュンフェイテッドのイントロはビッグマフですかね、アザーサイドだったりイージー、ここら辺の、ソロは DS2 でやってるかなって思います。アザーサイドはホワイトファルコンでねやってると思うから、あの別で経路で DS1 とかでねやってる可能性はすごく高いと思います。後半戦ね、このイージリーからゲラントップまではきっと多分このテレギャスを使ってやってるんじゃないかなっていう音がしますかね。ジャガーは多分ねこの時使ってないんじゃないかなと思います。はい、ではですね、今日も、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。次回もね、ちょっと続きをもしやっていけたらと思います。ちょっとエフェクトが足りないんで、何かね、準備しようかなとは思ってます。で、ちょっと余談なんですけど、リバーブのホーリーグレイル、ちょっと高騰しそうな感じがしますね。昔の個体ね。今のうちに手に入れてた方がいいかもしれないですね。ちょっとだんだん上がってきてるような気がするので。はい。では、ご視聴ありがとうございました。